やっていけない。 GDP 国内総生産が最大で 8% を超え、リーマンショックを上回る景気後退を、アメリカメディアによりますと、民主党は28日非公開の会合を開き、党の重鎮のペロシ内相が新しい下院議長の候補を決めたと。よくと題して無料を続けてまいりましょう。さあ、その進化を続ける理由について迫ってまいりましょう。まずこちらです。メンバー一年で新陳代謝。あ、バイクの出庫お願いします。ありがとうございます。